発覚から4ヶ月が経った。避難覚悟で書くけど、発覚後に、私は、DV 妻になったよ。ムカつくと殴る蹴るをするし、寝顔を見て腹が立ったら、思い切り、顔に平手打ちとかしてる。発覚前に、子供が、交通事故で一時意識不明になったんだけど、その時、クソ下は楽しい不倫旅行中。連絡がついたのは事故から2日後。しかも、事故前に、子供が学校で書いた家族への手紙を病室で読んだら、お父さんはいつも忙しいけど、たまにはみんなで旅行したいな、なんて書いてた。泣けたよ。できれば、発覚後すぐに離婚したかったけど、義母が末期癌で長くないため。義父に、どうか義母が生きてる間だけは我慢してくれって泣きながら土下座されて今に至ってる。義母にはお世話になったから。うちの両親は、今すぐ帰って来いって言ってるけどね。離婚の時に、DV が、原因で不利になってもいいんだ。どうせ、大して慰謝料取れないし。義父が責任を感じて、自分の生命保険の受取人を私に変更してくれたよ。